ライアン・マーフィーは、アメリカの脚本家、映画、テレビドラマの演出家、エグゼクティブプロデューサーである。ニップ、タック・マヤミ整形外科医、グリー、グリーなどの作品を手掛けたことで知られる。インディアナ州インディアナポリス出身のアイルランド系として生まれる。インディアナ大学ブルーミントン校在学中には、大学新聞、インディアナデイリースチューデントの制作スタッフ、合唱団、 シンギング・フージャースのメンバーであった。ジャーナリストとして、ロサンゼルスタイムズ、デイリーニューズなどに寄稿し、1990年代後半には、脚本家として活動し始める。当時執筆した、ホワイキャント、アイビー・オードリー・ヘップバーンは、スティーブン・スピルバーグに購入された。1999年からは、テレビドラマの仕事にも取り組むようになり、 ティーンウェイジャーコメディのポピュラーはザ・ WB チャンネルで2シーズン放送された。2003年に放送を開始したニップ・タック・マイアミ整形外科医では企画、制作、脚本、演出を手掛け、2004年にはエミー賞、ドラマシリーズ監督賞にノミネートされるとともにゴールデングローブ賞作品賞にもノミネートされ、翌2005年のゴールデングローブ賞では作品賞を受賞した。 2006年、ハサミを持って突っ走るで映画監督デビューを果たす。同作では、脚本も兼務し、2010年には、食べて、祈って、恋をしてでも、脚本と監督を務めた。2009年から2015年まで放送された、グリー、グリーは2010年のエミー賞で20部門にノミネートされ、うち監督賞を含む4部門を受賞した。2011年から放送中の、 アメリカンホラーストーリーでは主演にジェシカラングを起用し第1シーズンは2011年に放送されたケーブルテレビの番組として最高の視聴率を獲得している2018年7月ネットフリックスと5年間最高3億ドルの独占契約を結んだ私生活では同性愛者であることを公言しておりその脚本には同性愛者がよく登場している JJA ブラムスやマックジーラと共に、米国赤手脚本家基金の監査役員を務めている。ありがとうございます。